ございます。上長部です。今日はうちのマスコット犬も一緒です。あのね、もう今これ5時ぐらいなんですけど、いつもね5時になるとうちのワンちゃんがね起こしに来るんですよ、僕のこと。散歩に連れてけと。でも僕はもうその5時とか4時4時45分ぐらいに起きて散歩行くのが毎日のルーティーンになってるんですけど、選手のみんなもねルーティーンってあんのかなとか時々考えたりするんですよね。僕はいつもこの時間に起きて散歩が終わったら、仕事をちょっと片付けて、で午前中の仕事に行くんですけども、夏休みってやっぱどうしてもこう休みで学校もないじゃないですか。だから起きる時間とかだったりね、もう早く出ることもあると思うんですけど、生活のリズム崩しやすいんですよね。なので、僕は結構意識して同じ時間に起きて同じ時間に寝るようにはしてます。前と後ろをこうかっちり決めちゃうような生活ですね。子供たちも、まあ、合宿行って早く起きる日とか、それから何もない日はゆっくり寝すぎちゃったりとかっていうのは、すごくこうなんていうか生活リズムをこう一定に保ったりするのにすごく難しくなってきちゃうと思うんですよ。だからまあ、なるべく同じ時間に起きたりとか、同じ時間にご飯食べたりとか、同じ時間に寝ることは意識しておいた方が、まあ、いいんじゃないのかなっていうのは、あります。夏休みはね、体力的にもそうだし、アップできるこういい時期だと思いますし、まあ、あとは心と体をリフレッシュさせるのにもいい時期だと思うんですよ。サッカーももちろんね楽しいからやるのいいと思うんですけど、まあ、家族との時間だったり友達と楽しく遊ぶ時間っていうのも絶対残しておいた方がいいと思います。特に小学生なんかはね。で、まあ、その先にこう怪我がないようにとか病気がないようにできれば一番いいのかなというふうに思いますね。あと短期スクールの方なんですけども、8月に8月3、8月5の方は、戸塚の方は増員しましたけども、これキャンセル待ちとなりました。ありがとうございます、たくさんのご参加。あとは8月の11、12の千葉の合宿も、これも定員になったので募集は終了とさせていただきます。対戦相手も無事決まりまして、めちゃくちゃいい合宿になりそうで今からワクワクしております。はい。であと播磨コーチの短期の方がですね、7月30の方は残り2枠ぐらいで、あとは、まだ空きがありますのでね、ぜひご参加の方を検討してください。であとですね、その播磨コーチのパフォーマンスクラス、木曜日も増員が決まりそうです。今12名で定員なんですけども、低学年を中心にまた入れるようになりそうなので、入部希望の方はぜひご連絡の方よろしくお願いいたします。行ってる子たちの成果がすげえ上がってて、めちゃくちゃびっくりしてるんですよね。今うちのチームでも何人か4年生行ってる子がいて、動きがスムーズになったりとか、ちょっと初速が速くなったりとかっていう、もうねまだ練習回数で言ったら4回とか5回ぐらいしかやってないんですけど、もう結果が出てるのかってぐらい、こう目に見えるような良さが選手に出てるので、これはすごくいいクラスだなと思っております。できればねみんなやってほしいんですけど、まあ一応ユナイテッドの方はね、播磨コーチが時々来てそういうトレーニングをしてくれるようになってますので、やっぱり、まあ、技術の習得もそうですけど、体が動かなかったらサッカー選手何にもならないんで、まあ、しかもこの時期体の出来上がってくるとか、神経系が一番発達してくる小学生の時期にいろんな動き取り入れたりとか、運動神経を良くしておく必要はあると思いますので、ぜひパフォーマンスクラス、それから短期スクールの方をよろしくお願いいたします。絶対効果が出るので間違いないと、思います。はいはい。あとはですね、カンテラクラス、戸塚のスクールですね、月曜日と金曜日、カンテラフォワードクラス、それから金曜日のプレストライカーと、アタッカークラスなんですけど、こちら週2回がお得な金額設定になりました。すいません、前まで、週2回やっても倍額だったんですけど、今1日プラス3000円で参加できるようになりましたので、週2回買われる方はぜひよろしくお願いします。であとはスクール生とかね、それだんだん増えてきたんですけども、やっぱりね、まあ、ちょっとこう真面目な話になっちゃうんですけど、まあ、指導者やっててね、何がこう一番楽しいかなって最近よく考えるんですよね。
でももちろん最初の若い頃はね、自分がサッカー好きだからサッカーに携わってられればいいかなっていう気持ちでやってたんですけども、最近はですね、やっぱ向上心をこう持って取り組む子たちを見てる姿が僕すごく多分自分自身が好きなんですよね。上手くなりたい気持ちがある子とか、自分を変えたいと思ってる子たちの行動力とか、そういうものを見てるとすごくこう気持ちが高ぶってきますよね。指導者の方だったら皆さんそう思うと思うんですけど、こいつらがこんだけやってんのに俺もっとやんなきゃダメだなっていう気持ちにさせられますよね。最近そのチームでもスクールでも、もう入ってきた時もむちゃくちゃ下手くそだった子とかね、あとは意識が全然上がってこなかったっていうか、そのね、まあそれまではそんなに楽しくできればいいよっていう風な感じでやってた子が、まあうちのスクールって今やる気がないと絶対続かないので、まあ、そういう決意を持って入ってきた子たちのこう成長の度合いというか、目の色の変わり方とかっていうのを見てると、やっぱり俺らは手抜いちゃいけねえんだなっていうのはつくづく感じて指導現場に立つようになりましたよね。でやっぱそういう子どもの姿にやっぱパワーをもらいますし、俺らももっとやらなきゃいけないんだなっていう気持ちになります。先日も招待杯をやって、でうちはねちょっとこう何て言うんですか、ファーストメンバーじゃない子たちとか3年生中心に出た方のゲーム見てものすごい成長を感じたんですね。でやっぱやれば変わるんだなとか、良くなっていくんだなっていうのはこう改めて思ったんですよね。だからやっぱどんな選手にも可能性があるし、それは選手自身にも自覚してもらいたいですよね。今はこう活躍できなくてもとか、うまくプレーがいかなくても、体の成長度合いだったりとか脳のね理解度のそういう成長度合いの関係で今は上にいる子もいるけど、そういうことをクリアしてくればだん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 良くなってくるんだなっていうのはあるので、諦めないでぜひみんなに頑張ってもらいたいです。で夏なんかはそういうことをこうたくさん気づく機会が多いと思うんです。いろんなチームと試合するし、練習したりとか、短期スクールとかいろんなスクールもあるんで、いろんな選手とか指導者とかチームと触れ合って自分を変えるチャンスがたくさん夏休みってあると思うんです。もちろん休養とのバランスももちろん大事なんですけど、刺激がたくさん入りやすいからこう変わりやすい時期でもあります。なので、この夏をこういかに充実させるかが、今後の成長につながってくると思うので、選手のみんなは絶対怪我しないように、絶対体調不良がないように頑張っていきましょう。はい、あとは熱中症ですね。今年すごい暑いみたいなので、しっかりと塩分の入った水分を補給する、こまめに、あとは、プレーしてない時間で家でね、もうちょいちょい飲んでおくとか、ウォーターローディングをしっかりと、しておく必要があると思いますので、体調不良のないように夏休みを頑張ってください。それではありがとうございました。